今から赤ちゃんのうつ伏せの仕方を説明します。赤ちゃんは腹ばいで過ごす時間をぜひお家でも作ってあげてください。首が座るための準備になります。まず赤ちゃんを腹ばいにしてあげます。そうすると赤ちゃんは重たい頭を持ち上げようと首を動かします。ここで安定して嫌がらなければこのまま赤ちゃんが好きなおもちゃなので気を引いてあげてうつ伏せの時間を作ってあげてください。もし左右どちらかに傾いてしまったりとか安定しなくて嫌がる場合には丸めたタオルを脇の下に入れましょう。肘は肩の真下よりも少し前の方になるように、肘の位置が左右同じように左右差がないように気をつけましょう。授乳直後は避けていただいて、嘔吐しないように気をつけます。必ず大人の方がそばにいて窒息しないように注意してあげてください。